ご乗車ありがとうございます。ご案内いたします。この列車は7時42分に発車をいたします。大村線快速新西ラインは佐世保行きです。長崎を出ますと村上、宇津倉、木津、西諫早、諫早、大村、竹松、園木、川田、阪神戸、海域、大東、比喩、終点、佐世保の順で止まってまいります。7時42分の発車でございます。発車でもうしばらくお待ちください。この列車は大村線快速シーサイドライナー佐世保行きです。お待たせをいたしました。まもなく発車をいたします。発車をいたします。ドアが閉まります。ご注意ください。ドアが閉まります。
ご注意ください。村上を出ますと次は宇都川に止まります。
トンネル内を恐れ入ります。ここでは列車石川乙女信号停車でございます。列車は2本待ち合わせます。しばらくお待ちください。
いたしました。まもなく発車をいたします。お立ちのお客様ご注意ください。
通過列車を待ち合わせます。8時6分の車、しばらくお待ちください。お待たせいたしました。快速シーサイドライナー佐藤行きです。次の停車駅は喜木通です。まもなく発車いたします。閉まるドアにご注意ください。
西伊佐平です。発車いたします。閉まるドアにご注意ください。
駅は諫早です。発車いたします。閉まるドアにお注意ください。Thank you.
ご乗車ありがとうございます。列車は間もなく諫早に到着いたします。4番乗り場の到着、折り口は右側です。次の諫早からなと佐賀鳥栖方面博多行きの特急かもめ8号は8時46分着きました。4番乗り場から発車いたします。島原鉄道線ご利用のお客様お乗り換えでございます。列車お降りの際は開くドアと足元にご注意ください。また車内に携帯電話などどうぞお忘れ物がないようお手回り今一度お確かめください。諫早を出ますと次は大村に停まります。この列車は大村線快速シーサイドライナー佐世保行きです。ありがとうございます。諫早に着きます。折り口は右側です。この列車は大村線快速シーサイドライナー佐世保行きです。諫早を出ますと大村、竹松、園木、川棚、ハウステンボス、ハイボ、大東、新終点、佐世保路線で止まってまいります。まもなく新車の車の方向です。ただいま4番乗り場到着いたしました。列車は8時23分発大村線大村方面快速シーサイドライナーの佐世保行きです。まもなく発車いたします。お待たせいたしました。快速シーサイドライナー佐世保行き発車いたします。ドアが閉まります。ご注意ください。
ご乗車ありがとうございます。まもなく大村に着きます。降り口は左側です。開くドアと足元にご注意ください。車内に金庫、携帯電話など下ろせるものがないよう十分ご注意ください。大村を出ますと次は竹松に止まります。
ご乗車ありがとうございます。まもなく竹松に着きます。降り口は左側です。開くドアと足元にご注意ください。竹松を出ますと、次はその2に停まります。ください。快速シーサイドライナー佐世保駅です。次の停車駅は曽茂木です。まもなく発車をいたします。閉まるドアにご注意ください。
Thank you.
森口は左側です。開く側と足元にご注意ください。一人を出ますと次は川棚に止まります。次の電車駅は川棚です。じゃあいたします。閉まる側にお注意ください。
く川浜に着きます。降り口は右側です。逆ドアの足元にご注意ください。お忘れ物ないよう十分ご注意ください。川浜を出ますと次はハウスの次に止まります。この列車は快速シーサイドライナー佐世保行きです。東京出ますと次の停車駅はハウステンボスです。まもなく発車の時刻となります。ご乗車になってお待ちください。合わせましてお座席ご利用のお客様にお願いいたします。お立ちのお客様もいらっしゃいます。座席上のお荷物は平の上か荷物棚に上げていただきまして、一人でも多くのお客様が座席に座れますようご協力お願いいたします。快速シーサイドライナー佐世保駅発車いたします。ドアが閉まります。ご注意ください。
くいたします。降り口は右側です。ミラクドアと足元にご注意ください。車内に切符、携帯電話などどうぞ忘れ物がないよう座席周り、荷物棚など今一度お確かめください。ハウステンボスを出ますと次は排気に変わります。ハウステンボスに到着です。お忘れ物がないよう十分ご注意ください。ハウステンボスに到着です。お待たせいたしました。快速シーサイドライナー佐世保行き発車いたします。閉まるドアにご注意ください。ドアを閉めます。
く携帯電話などお忘れ物がないようお手回りを今一度お確かめください。排気を出ますと大東周辺周辺建物順で建物全体は完璧に止まってまいります。この列車は快速シーサイドライナー佐世保行きです。ありがとうございます。排気に行きます。降り口は右側です。
ンプレーヨーやっぱりでは
ご注意ください。お忘れ物がないようご注意ください。大東に着きます。
急に到着です。ここでは特急列車の通過待ち合わせします。しばらくお待ちください。お待たせいたしました。まもなく出社いたします。次は終点の佐世保です。
車折り返し左手、松浦鉄道車乗り換え改札口をお越しください。列車降りの際は、自宅ドアの足元にご注意ください。車内に切符、携帯電話など、どうぞお忘れ物がないよう、座席周り、荷物棚などの荷物をお確かめください。到着しますと、すぐにドアを閉めまして、回送列車となります。引き続きのご乗車はできませんので、ご注意ください。今日は JR 九州各国のシーサイドライナーをご覧いただきまして、ありがとうございました。終点、三田に到着いたします。こういう道は右側です。それでは、次回のところなど、